吉田隆弘さん、こんばんは。いつも楽しく拝見してます。北海道の地元のキャンプ場や、公園の運営を11月から委託されることになりました。武井さんなら完全に自由にキャンプ場や公園を使えるとしたらどんなアイデアを浮かびますか？ちょっと考えてもらえたら嬉しいです。というか武井さんに監修をしてもらいたい。だって監修ねえ、ビジネスとしてオファーしてみたらいいんじゃないですか。うちの事務所にそういう仕事を今まであんまりやったことないから可能性はゼロじゃないかもしれないですよ。610円でビジネスのアドバイスをするわけにはいかないかもしれないな。金じゃねえんだけど。でもなんだろうな、キャンプ場や公園の運営ね。まあそこに行ったら他の同業他社の場所に行くよりも間違いなく付加価値が高くて、さらにそれを広く告知できるシステムを思いついて、考え出して当てはめて、そうだな、そこに行った人たちの声みたいなものが世の中の人に多く見えるような PR をしっていうことを考えると思うんですけど、アイデアとしてはキャンプ場や公園を自由に使えるとしたら、そうね、なんだろうね、キャンプ場や公園ね。今はね、グランピングもあれば、そうだな、キャンプな。やっぱりこの時代人だと思うんだよな、出会いだと思うんだよな、大事なのはな、交流だと思うんだよな。その辺にフォーカスを置いたアイデアを考え出すだろうな。ちょっと細かいことはやめておきましょうかね。もし受けるか分かりませんが、オファーしてみてください。すいませんな。人と人をやっぱりつなげることを考えたらいいんじゃないかなと思いますけどね。勝ちたかったら登録しとけ。